かりません。できてる？お、来た。多分、あ、なぜかわからないけれども、こっちでコメントが読めない。お、来た。こんにちは。Wi-Fi は弱いです、正直。普通にお家とかの Wi-Fi はよりは全然弱い。本当に弱い。普通にインターネット使うのも結構大変ぐらいの弱さなので、 Wi-Fi は弱いです。とりあえず15分だけ配信を、なんかもしかしたら終わった後にご飯に行くかもみたいな話をしてて、そうってなると私は夜配信できなかったら困っちゃうので、とりあえず今15分だけ配信をしようと思っているんですけれども、このコンセントがあるところが床なので、ちょっと鍵閉めよう。なのでこれを使いますね。うわ、なんか着ぐるみが、すいません、こんな画角で。こんにちは。もうバタバタです、今。やっほー。荷物を整頓しています。すごいあちこちからいろんな言葉が聞こえてくるんですけど、海外の言葉、英語が多いのかな。うん、なんだかんだ言って英語が多そうな雰囲気です。はい、そうですね。すごい賑やか。海外の方々同士ですごく盛り上がっておられる感じがしています。ここにいますよ、私は。ちょっとね、コンセントをね。てか、マレーシアってあれ使えないのかな。マレーシアってあのなんだっけ、ストレートアイロン、
サロニア以外使えないのか。なんか私今回持ってきたアイロンがサロニアじゃないんですよ。で私もあやねちゃんもそのサロニアじゃないアイロン持ってきてて、あれなんか充電されないんだけど、これ Wi-Fi。なんで？あ、こっちが外れてる。電圧が違うから、あれ変換プラグじゃダメなんですか？変換プラグじゃダメなのかな？変換プラグ挿したらもう使えなくって、すごく今困ってて、今っていうかさっき困ってて、変圧器がないとあかんのもある。あ、そうなんだ。それかな。じゃあ。なんか使えなかったそう、なんか使えなくて電気が通らなくて、その無理でした。だからストレートできないてか前髪作れないで、そのおりんちゃんが、おりんちゃんとかせりちゃんが別の持ってたんで、そのそれを借りてとりあえずはやったんですけど、でも結局メイクさんはいらっしゃるので、こう現地のなので現地のメイクさんにこの後ちょっとストレートだったりとか借りるんですけど、そうなんだ。アイロン無理なんだ。じゃあサロニアはいけるんだ。サロニア様様やん。ちょ、頑張って Wi-Fi のパスワードだけ出さないように頑張ってます。え、じゃあもしかしたらさ、電源さし、コンセントに挿しただけでもう壊れてる可能性あるってこと？だってダメですよね、なんか強い電圧を加えると。え、日本でも使えなくなっちゃったかもしれない。壊れた可能性あるよね。最悪だ、終わったまあでもサロニアはあるのでよかった。よくないけどよかった。てかこのさ、ずっと私がさ、あのどうなんだろうって言ってたさ、その Wi-Fi のさ中に変圧器ありました、ちゃんと。だから買わなくてよかった、買っちゃった。変換プラグか、なんだ、買っちゃったよ。買わなくてよかったみたい。あとは何だろう、あれしよう。あ、聞いてください、あのダウンロードしたんですけど、映画とかダウンロードしたじゃないですか。あのまあ夜に、昨日の夜に出発っていう感じで、そのまあ画面じゃないや、電気がね消えたんですよ。そう、電気が消えちゃったのね。だからなんかもう見る気もなくなってもういいやと思って、とりあえずなんか音は欲しいから、なんか一つのお話だけこう携帯で流しながら聞いてたら、全く1話分も見終わらなかった。30分ぐらいで寝ました。時差は全然そう変わらないんだけど、
やっぱりこのあとこう本番が終わってからご飯に行ってホテルに行ってっていうのをしてたら、もしかしたら24時超えるかなって思って、それが一番怖くて。そうだから配信をしました、してます。今こちらの時刻は15時5分です。これが15分ぐらい、15分ぐらいには終わろうかなと思ってます。あと10分ぐらい。そうで、朝から割とご飯食べたりメイクしたりとかして結構バタバタしてるので、ライブ本番が一番眠いかもしれない、うん、ご飯も食べました、お腹いっぱい、お昼ご飯。なんかご飯の上に乗ってるふりかけがね、辛くてね、ご飯が食べれないの。だからお肉だけ食べた、食べたかった白ご飯。悔しいですね。まだえてか水をえてか水がね、水全然飲まなすぎて、うち全然あのマジでこれなくならない気がする。言ってたじゃん、まあ帰りは水がなくなるからお土産いっぱい入れれるって思ってたけど、え全然。まずその日本で最後に買った麦茶まだまだある。え全然もっと減らしてもよかったです。まあでもホテルとか戻った時にうがいとかする時も普通にねお水でやろうと思ってはいるので、あったらあるだけいいのかもしれないんだけど、でも温度めっちゃ暑いですよ日本より。全然マジで夏を感じてる。このなんか髪のなんかしっとり感もなんかすごい日本じゃない感じがしてます。今ここはあれなんですよ、楽屋がすごいなんか冷房めっちゃ効いててめっちゃ寒いんで、そうがね、すごいなんかね夏を感じ、なんか空港降りて飛行機降りて空港の外出たら夏を感じた、めちゃめちゃ。そうマジ赤道って感じ、スタッフさんからめっちゃ写真送られてくるの見たい。こっちを Wi-Fi 接続したら見れない。そう今 Wi-Fi のパスワード共有した今。
え、取れてる？これ画質。画質絶妙だけど。まあいいか。まあいいか。画質絶妙だけど。ついてますよ。あんま端末の多頭買いみたいなことできないのか、つらいな。お、よかった、15分経過、安心。よっちんさんハートありがとう。よっちさんアイス食べてありがとうございます。めっちゃ怖い、一個一個の音が怖い。え、めっちゃ迷ってるんですよね。高めツイン、両方の髪型を高めツインにするか、今日と明日。なんかここでまとめてクラゲヘアみたい。でもマレーシアのメイクさんがどれぐらい、うん、その写真を見てできるかっていうのもわからないから。そう、でもさ、髪飾りがどっちもツインなんですね。だからうん、せっかくならもうどっちも高めツインの方が、マレーシアのここの今日来てくださる方に、今日も明日も来てくださる方に、あ、昨日のあの子だって覚えてもらえるかなっていうのはあって。そう、どっちも。でもせっかくなら違う髪型したいっていうのもね、すごい気持ちとしてはめっちゃあって、悩です。悩んでます。悩みまくってます今。どうしようかな。ただこの現地のメイクさんがどれくらいのその髪型のなんていうんだろう、できるのかっていうのがわからないので、なんとも言えないです。うん。なんかもともとはそのクラゲヘアをなんかツイン団子みたいなのをやろうとしてたんですよ。なんでかっていうと、こう湿気がすごいからまとめといた方がいいかなと思って、まとめ髪をしようと思ってたんですけど、でもそのツイン団子ってできるんかなとかって思ったりとか、髪飾りがどっちもツイン用だったので迷ってますね今。でもツイン系であることは間違いないんで、ツイン系です。今何時ですか？すいません、時間が、あ、これがあるわ。みんなに聞いた方が早い。みんな今でも日本の時間、あ、でもいいです、日本の時間でも大丈夫。15分、あ、じゃあそろそろ配信終わりますね。15分なのでちょっとそろそろ終わります。ちょっと準備、この後の準備があるので。みんなありがとう、見てくれて。もしね、夜時間あったらやるけど、明日の朝の時間にもよるかな。ちょっとまた、とりあえず15分できてよかったです。ありがとうございました。
それではランキングを読みます。1位サプライズレバーさん、2位ギャローさん、3位トシさん、4位マックメックさん、5位アルバンさん、6位コロポックルさん、7位ともゆきさん、8位日本からハルピョさん、ごめんちょっと今読めない9位9時の大吾さん、10位ピトくんさん、11位タカノンさん、12位直吉さん、13位アキラ852さん、ありがとう。ごめん今短いやつしか読めなくてちょっと中途半端になっちゃった。ありがとうございました。それではこの後もいろいろ楽しみに、写真もいっぱい撮ります。それではまたね、ありがとう、バイバーイ。